アンケート中ですが、はい、これさ、このルールさ、うん、いっぱいこれからどんどん溜まっていくじゃない、うん、これを試せる日がさ、来るのかな、いつ来るんだろうね。これ6個目まで決まったんだよね。そうそうそう、なんだろう、ボケたら突っ込むっていうのは覚えてるよ。あったね、うん、ボケたら突っ込む。そう、あと前かなちゃんがパッと決めた、うん、ハグのやつ。そう、ハグ、うん、ハグのやつはね、うん、あの素敵だなって思ったんだ。 それりなさんとやりました。あ、ラジオでね、かなちゃんのいない回だったの、ちょうど。待って待って、ちょっと待って、あのりなさんと一緒にニコ生で決めた時、はい、うん、私やってもらえなかったんだけど。あれ、りなさんりなさんみーちゃんそっか、そう、その次のね回かな、ラジオの。うわ、ちょっともうやる気なかった。すねた、あ、もうアンケート終わったみたいですすいません、はいはい、あ、じゃあどちらが、はい、出ましたでしょうか。はい、花沢ルールが58.4% わっ、ということは金本ルールが 41.6% ということで花沢ルールを採用。接戦でしたか。意外に接戦だった。あららら、自分でプレゼンしといて、うん、このやっぱ誕生日かなと。誕生日ね、篠宮さんパワーもありますね、きっとね、きっと、はい、ということで、はい、決まりました。おお、うん、じゃあこちら、うん、正式に採用されたこのルール、はい、うん、みんなでやっていきたいと思います。お誕生日お会いしましょう、はい、ということで以上、かわいそうルール会議でした。